WBC、ダルビッシュ3失点まさかの被弾で侍ジャパンが韓国にリード許す。2023年3月10日、金曜日カーネクスト2023ワールドベースボールクラシック東京プール1次ラウンド日本代表対韓国代表アット東京ドーム。3回表、ダルビッシュ U36 が韓国代表に3点を奪われた。この回先頭のカンベクホ23がチーム初安打となる二塁打を打たれ、無視二塁のピンチを招くと、続くヤンウィジ35をカットボールやスライダーなどで圧倒し、早々と2ストライクと追い込んだ。ところが、カウント1対2の状況で投じた6球目、真ん中低めに入ったスライダーをヤンウィジがフルスイング。打球はレフトスタンドへ一直線に伸びていき、そのままスタンドに飛び込んで2点本塁打となった。さらに、西二塁で3番イ・ジョンフにタイムリーヒットを打たれて3点目を失った。これでスコアは0-3。韓国代表にリードを許している。ダルビッシュが痛恨の先制ツーラン浴びる2回まで完全投球も守備にも乱れ3回に重い3失点。WBC 1次ラウンド B 組日本、韓国、2023年3月10日東京 D。第5回ワールドベースボールクラシック WBC の1次ラウンド B 組は10日、東京ドームで行われ、日本は韓国と対戦した。侍ジャパンはダルビッシュ有投手、36イコールパドレスが先発した。9日の中国戦は8-1で中国に勝利。韓国戦に勝てば準々決勝進出にまた一歩近づく一戦。日本ハム時代の11年以来、12年ぶりとなる日本のマウンドで、ダルビッシュは韓国の1番打者、エドマン、カージナルスに対する初球、136キロスライダーを投げ込むと、大観衆からどよめきの声も起こった。エドマンを2ゴロ、キムハソンを有ゴロ、イジョンフをサヒの12球で三者凡退に仕留める絶好の立ち上がりを見せた。2回もスライダーを主体に安定して投球で三者凡退に抑えた。3回に初めてピンチを迎えた。先頭のカンペクホに外角高め直球を左中間二塁打される。そしてヤンウィジをカウント1ボール2ストライクを追い込みながら、6球目の内角を狙ったスライダーが甘く入って左越えツーランされた。さらにキムハソンの三塁ゴロを村上が悪送球で出塁を許すと、イ・ジョンフに右前摘示打され、この回3失点となった。大リーグの規定で2月下旬から4試合が組まれた壮行試合には登板できず、2日の中日との合同練習で打者を相手に登板してから中7日で迎えた。ダルビッシュは9年の第2回大会、2次ラウンドの韓国戦に先発したが、5回4安打3失点で敗戦投手となった。決勝の韓国戦では9回から登板、2回1失点だったが、10回にイチローの決勝中前打で胴上げ投手となった。世界一を知ると